レミュエル・フランシス・アボットによる、肖像画。ブライアン・エドワーズは、グレート・ブリテン王国の政治家、歴史家。その出自から、奴隷貿易を強く支持し、奴隷制度廃止運動の指導者、ウィリアム・ウィルバー・フォースから強敵であると評された。著作、西インドにおけるイギリス植民地の内政史と貿易史、はフランス語、ドイツ語なども言語に翻訳され、 後世にもイギリス領西インドの歴史学者として評価されている。1796年から1800年まで庶民院議員を務め、奴隷貿易の支持者として、ウィルバー・フォースや首相ショーピットと対立した。ブライアン・エドワーズとエリザベス・ベリーの息子として、1743年5月21日に、ウィルトシャーのウェスト・ベリーで生まれた。父ブライアンは、 年収約100ポンドの辞書を継承しており、穀物や爆ガの取引で生計を立てようとしたが、失敗、1756年に死去すると妻と6人の子女は貧困に陥るところとなった。エドワーズにとって幸いなことに、母、エリザベスの兄弟ザカリーとナサニエルはジャマイカで、プランテーションを経営して、財を成しており、兄のザカリーは、エリザベスの子女の保護者になり、 教育などエドワーズの面倒を見た。エドワーズの父はエドワーズをウィリアムフットの学校に入学させたが、エドワーズにラテン語とギリシア語を教えることを禁じ、エドワーズは後年に算数、英語の文法、作文を教えられ、教師から作文を褒められたと回想している。父の死後、ザカリーはエドワーズをブリストルのボーディングスクールに送った。 エドワーズはそこでフランス語を学んだほか、図書館に訪れることができたため書物への興味が生じた。1759年にナサニエルが帰国すると、エドワーズはナサニエルに連れられて、ロンドンに転居するものの、二人はすぐに不安になり、数ヶ月後にはジャマイカにいるザカリーのもとに押し付けられた。エドワーズにとってザカリーはナサニエルより優しく、ザカリーは聖職者。 アイザック・ティールを招いて、エドワーズにラテン語とキリシア語を学ばせた。ティールの教育により、エドワーズは著述への興味が生じた。ザカリーはジャマイカ植民地議会の議員や、ジャマイカ諮問委員会の委員を務めたことがあり、エドワーズも1765年に、セント・ジョージ教区から選出されてジャマイカ、植民地議会の議員に就任。 以降1766年と1771年に再選した。エドワーズは議員を務める傍ら、ザカリーのプランテーション経営を手伝い、1769年12月にザカリーが死去するとその辞書の一部を継承した。ザカリーは遺言上で辞書をナサニエルとエドワーズの間で分割したが、エドワーズは後にナサニエルの領地管理を手伝った。 1772年、ジャマイカ諮問委員会の委員に選出された。1773年に、友人ベンジャミン・ヒュームが死去すると、合計で少なくとも、奴隷1500人を要する2つのプランテーションを継承した。1772年から1773年にかけて、医者ジョン・モーガンが、ペンシルベニア大学への寄付を求めて遊説したことを受け、70ポンド寄付した。 その後、1774年に、アメリカ哲学協会会員に選出された。エドワーズの管理下にある事業が成功を収めたため、彼には経営の手腕があったとされ、それが理由となってジャマイカ植民地議会の指導者とも、イル l t に上り詰め、そこで本国が定めたアメリカ合衆国との貿易制限を攻撃した。第三代リッチモンド公爵チャールズ・レノックス、ジョージ・ロムニーが、 1775年から1777年頃、ジャマイカで20年以上過ごした後、1782年に一時帰国して5年間イングランドに滞在した。本国では国政進出を目指し、同年にチチェスター選挙区で行われた補欠選挙に出馬した。チチェスター選挙区では1768年より、第3代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスが、 議員2名を指名しており、無投票当選が続いたが、リッチモンド公爵には選挙区を支配するための手腕がなく、1780年頃には有権者がリッチモンド公爵の指名が12年間も続いたことに反感を抱くようになり、1782年の補欠選挙ではついにリッチモンド公爵の指名するパーシーチャールズ・ウィンダムと、反リッチモンド派のオス・エドワーズの一騎打ちとなった。 しかし、この時は、結果を覆すには至らず、エドワーズは239票対247票で、赤敗した。エドワーズは、庶民委員への選挙申し立てと、大座裁判所での提訴をもって、争おうとしたが、選挙申し立ての審議を推し進めず、訴訟にも敗北したため逆転当選にはならなかった。一方、チチェスター選挙区のハンリッチモンド派は、勢いが増し、 1784年、イギリス総選挙では、ついにハン・リッチ・モンド派のジョージ・ホワイト・トマス候補が、当選を果たし、リッチ・モンド公爵による二議席支配は崩れた。1784年に自由貿易を解き、イギリスによる対アメリカ戦争を批判するパンフレットを出版したが、初代シェフィールド男爵ジョン・ベーカー・ホレロイドと論争になり、作家ジョン・スティーブンソンに批判された。 1787年初にジャマイカに戻り、以降1792年秋まで西インド諸島で過ごした。ジャマイカではトレローニー教区選出の議員として引き続き、西インドとアメリカ合衆国の間の貿易制限に反対、奴隷貿易については改革を支持しつつ廃止に反対した。1789年5月12日に奴隷制度廃止運動の指導者、 ウィリアム・ウィルバー・フォースが3時間半にわたる超演説で奴隷貿易を批判すると、ジャマイカ諮問委員会とジャマイカ議会は合同会議を開催、会議におけるエドワーズの演説は1790年に出版された。1791年9月にフランスのサンドマ植民地に住む白人住民への援助として派遣されたイギリス艦隊に加わってカプフランセを訪れ、 そこで廃墟と化した家屋やプランテーション、涙を流して、艦隊を歓迎する、見物人などを目にした。1792年10月に、ジャマイカに戻ると、サンドマ植民地に1万ポンドの借款を与えることを、ジャマイカ議会で可決させたが、フランスからは、金額が少なすぎるとして拒否され、エドワーズは激怒して、本国のサウサンプトンに転居、混臨罪ジャマイカに帰らないことを決めた。 1793年10月、サウサンプトン銀行の理事の一人に就任した。友人の初代順弾シャクサージョセフ・バンクス。1793年、ロンドンで西インドにおけるイギリス植民地の内政史と貿易史を出版、同年にダブリンでも出版した。同書は、イギリス領西インド諸島の歴史についてその起源と発展、政治制度や慣習から農業、 貿易に至るまでと幅広い分野をカバーし、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語に翻訳された。1793年の初版では2巻だったが、1794年の第2版で地図などが追加され、死後の1801年には、ジデントマルーン戦争史に関する著作が第3巻として追加され、1819年の第5版で5巻になった。 西インド市の出版により、エドワーズは奴隷制度における虐待の存在を認める奴隷制度の擁護者のうち恩恵派に属する人物としての名声を得た。1794年5月22日、王立協会フェローに選出された。このように奴隷制度を改革しつつ存続させるべきという立場だったため、1795年にシジもウィリアム・プレストンから、 遺憾のよう示す手紙を送られた。1794年8月に地元のサウサンプトン選挙区の補欠選挙に出馬したが、第1次ショーピット内閣や第3代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクからの支持を受けられず、224票対267票で落選した。ポートランド公爵は直近に与党入りしたため、 サウサンプトン選挙区の補選が内閣への忠誠心を試す任務になり、内閣の支持しないエドワーズを支持するわけにはいかなかったのであった。次の総選挙で再出馬すると予想されたが、エドワーズには他に当てがあった。1796年に総選挙が行われると、グラムパウント選挙区から出馬、同選挙区の新しいパトロンになった。 初代準男爵サークリストファー・ホーキンスの指示を受けて、旧来のパトロン初代エリオット男爵、エドワード・エリオットのオス候補を破って当選した。1796年6月には選挙での疲労により、ロンドンを訪れられない状況にあったが、後に回復して、同年10月21日に議会で初演説した。演説の内容は、第二次マルーン戦争に敗れた、 ジャマイカのマルーンの処置について、議会の決定を非難するものだったが、その日の議題と関係がないとして、チャールズ・アボット議員に批判された。この演説直前に、マルーンの処置に関するジャマイカ議会の議事録が、出版される予定であるとの告知を受けて、Observations on the Disposition, Character, Manners, and Habits of Life, of the Mans, and d t i l of the Origin, プログレス、アンドターミネーションオブザレートウォービトインディーズ・ピープル、アンドザホワイト・インハビタンツという題名で、マルーンの歴史と、第二次マルーン戦争に関する著作を書き上げ、議事録に同梱される形で11月に出版した。ジャマイカ政府によるマルーンへの処置について、チャールズ・ジェームズ・フォックスにより、本国議会で質疑されたため、それに応えるという目的もあったという。 同年にアフリカ内陸部体験促進協会の設立準備が行われている最中、初代順断シャクサージョゼフ・バンクスへの手紙で同協会が奴隷貿易に反対した場合、この立場がアフリカ探検への障害になるだろうと述べた。エドワーズは翌年にバンクスの公認として協会の秘書に就任以降1800年に死去するまで務めた。 1797年にサンドマでの見分野道、植民地の歴史に関する著作アンヒストリカルサーベイオブザ・フレンチコロニー・インザ・アイランド・オブ・ストリート・ドミンゴを出版した。エドワーズはこの著作でフランスの植民者による黒人奴隷への待遇を批判し、イギリスによるサンドマ併合に反対した。一方で議会では1797年5月18日の発言で イギリス政府による1791年の廃置革命への対応を批判し、革命が勃発した時点で介入しなかったため、サンドマが黒人植民地になることを全ヨーロッパが阻止できなくなったと述べた。この著作は概ね好評で、批評家からも称賛されたが、フランスの植民地官僚から怒りの手紙を届けられた。エドワーズの友人ムーンゴパーク。議会では、 ショーピットと敵対することが多く、1797年に政権交代を求めた。奴隷制度関連では1797年4月に奴隷貿易が廃止されたとしてもイギリス海軍は黒人奴隷の密輸を止められないと主張し、1798年4月に奴隷貿易の廃止は植民地議会の同意がなければ身を結ばないと発言するなど、 ウィルバンホースから強敵であると評された。さらに、黒人の西インド諸島における待遇がアフリカにおける待遇より良いと主張し、友人文語パークの見聞を証拠とした。ただし、エドワーズの死後の1805年にパークの寄稿文が出版された時はその内容が奴隷制度に反対するものと形容された。フランス革命戦争にも反対の立場を取り、 1797年4月に参戦継続に遺憾の意を示し、11月には海軍の勝利を喜びつつ、4年間で2億ポンドが費やされ、20万人の命が失われたとし、ショーピットが心から平和を望むとは思えないと発言し、1800年2月に内閣が交渉を拒否したため平和を模索していないと批判した。1800年7月16日に、 サウサンプトンのザ・ポリゴンで死去、同地の諸成人協会に埋葬された。ジャマイカに残した600人以上の奴隷やプランテーション、領地といった遺産は1799年12月付の遺言状に基づき息子、ザカリー・ヒュームが継承した。グラムパウント選挙区の議席については講演者、ホーキンスが自ら出馬して、無投票で当選した。死去直前に、 自身の略歴を表し、西インド氏の第三版に同梱する形で出版された。この辞典は、どんな大理石よりも長続きする自身への記念碑と形容された。デイビッド・ブライアン・デイビスは1975年の著作で、エドワーズが単に西インド農園主の言いなりではなく、自主性を持って行動したと評した。エドワーズは、植民地議会の有力者から、本国議会で、 一定の地位を築くに至り、奴隷貿易に関する論争で重要な役割を果たし、後世ではイギリス領西インド諸島の歴史家としての名声がある。その発言と著作は植民地の視点からのものであり、ジャマイカが砂糖栽培の植民地として存続するには、奴隷貿易を何としても守らなければならないと気づいた上でのものだった。議会では後に、 庶民委員議長を務めるチャールズ・アボットからは、重苦しい人物で演説が、きっこちなく、洗礼されていないと評し、一方で、奴隷制度廃止運動の指導者、ウィリアム・ウィルバー・ホースから強敵であると評された。1774年11月、マーサ・フィップスと結婚、に名を設けた。ありがとうございます。